クボさん、ウォルトディズニーにしましょうか。夢を求め続ける勇気さえあれば、すべての夢は必ず実現できる。いつだって忘れないでほしい。すべて一匹のネズミから始まったということ。興味深いですね <laughs>、まあ。確かにネズミだよなっていうね <laughs> い。確かに伝説はネズミからっていうね。なんか昔って多分ネズミってなんかその厄介者というか、 まあ猫に食わせるというかね。なんか多分そういう存在だったと思うんですよ。例えばネズミを飼うとかはもうそういうのもないだろうし、どちらかというと排水、なんか残飯を荒らしに来たネズミみたいな。多分、多分、まあ今もね、あの、昔渋谷にいた時とか渋谷とかいるんですよ、夜、ネズミが。渋谷ネズミすげえ言いますけど <laughs>。なんか、そう考えると、この、 忘れないでほしい。でし全ては1匹のネズミから始まったっていうこれ興味深いなと思うんですよねじゃあこの当時ネズミをなんかそのペットとして可愛く飼ってたのかっていうと多分昔も今も大したネズミに対してのなんかその捉え方って大した変わってないような気がするんですね僕はねうんだけどそれを何だろうなああいうものにしてしまったっていうのはすごいことだなと思うんですよね うんまあこれは非常に興味深いですよね。うんまあまあこっから学べることはまあなんだろうな。久保、まあ、さんで言うならばあのヘリコプターでそ,そ,そばを俺の人生の変わったのはそのいヘリコプターでそばを食いに行く映像を見たからみたいなね。そう もう多くの人はそれをどう受けよう要,要は受け取り方なんですよね受け取り方まあだからそのウォルト・ディズニーはそのネズミを見た時にそういう受け取り方をあこれはあのなんかアニメにできないかなみたいな受け取り方ができたんですよねじゃ久保さんはそのヘリコプターでそばを食いに行くっていうのを見てなんかおもろいなとかね俺もできんじゃないかとかねこいつができるんだったら俺もできんじゃないかみたいなでもそう受け取らない人もいるわけじゃないですか うん、だからまあこの言葉を分解してお話しするならばまあ受け取り方次第どんな現象でも受け取り方次第で展開の仕方次第でその後の人生は変わってしまうよということなんじゃないかなと思いますねウォルト・ディズニーは少なくてもネズミを見た時に他の人が受け取れない受け取りをし受け取り方ができた展開ができたってことですねでそれを形にしてったってことなんですけどうん 例えば、ネットビジネスで稼げるよって聞いたとしても、それをどう受け取るからですよね。いや、それって久保さんだからできたんでしょうとかね。吉谷さんだからできたんでしょうとか。そういうふうに受け取るんだったら、まあ、無理でしょうね。実現できないでしょうね。100%。だってそう受け取ってんだから。だって、成功しない受け取り方で受け取ってんだから、それは成功しようがないじゃないですか。うん。無理だ。無理っていう受け取り方なんだから、無理でしょ。<laughs> 言ってらっしゃる。